若手の教育を任されていた私は悩んでいた。人手不足、働き方改革の波は引っ越し業界にも押し寄せていた。これからの時代、真心だけじゃダメかもしれない。そんな思いが私を思わぬ行動に駆り立てた。例の計画を始めようけ。ロボットマンだ、起動。ロボットマンだ。逃げちゃダメ、真心は負けない。行きましょう。すっげー、飛んでる。かっけー、ストロング。これからはロボットの時代、真心だけじゃダメ。真心パンダは負けられない。え、パンダメ。引っ越しの世界、真心です。人間はロボットなんかに負けない。人間じゃなかった。引っ越しの世界、引っ越しはロボットに任せられない。誰が言ってんの。引っ越しの世界。